おはようございます。テクニカルアナウスとるもり口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は1月の1日土曜日の朝でございます。お題はこちら。初心者向け動画1、ここさえ押さえればあなたの投資はうまくいくということで、皆さん明けましておめでとうございます。そして私、今実家からお届けしていますので、ちょっと声ちっちゃめなんですけども、えー、お正月はね、日本株が動かないというところで、1月1日から初心者向け動画を3本、毎朝7時に。 配信していいきたいと思っておりますえー、普段はですね、最新の相場を抑えた上でのテクニカル分析を毎朝7時に配信しております。ぜひですね、チャンネル登録していただいて、また1年間よろしくお願いいたします。で、明日はね、こんな感じで、えー、3日はこんな感じでやっていきたいと思いますので、えー、今日はここさえ抑えれば、あなたの投資はうまくいくというポイントを3つお伝えできればというふうに思っております。で、まず、ちょっとアメリカ株。 まだ今日の朝動いているんですよね。なんで、一応5時時点の株価を確認しておきたいと思います。ニューヨークダウ0.12%のプラス、ナスダック0.25%マイナス、S&P0.02% のプラスということで、まあ、ほぼほぼ小幅な動きですかね。さすがにお正月ということではありますが、一応終わりには確認をしておきましょう。よろしくお願いします。では今日の本題です。ここさえ抑えれば、あなたの投資はうまくいくということで、主には初心者に向けて、経験者の方も改めて確認をしていただきたいなという3点について てお話をしていきたいというふうに思っていますその3点がこちら リスクとリターンが非対照的だよというところ。私たちは損が嫌いすぎるよというところ。そして歴史的に見て株価は上がるよというところ。だから株式投資はやった方がいいよという話をしていきたいというふうに思っています。まず一つ目なんですが、リスクとリターンが非対照的ということなんですが、イメージとしては10万円の株を買ったというふうに想像してみてください。で、10万円の株を買った場合の最大の損失はいくらになると思いますかってことを想像してみていただきたいんですが、これは会社の株の値段ですから、 最悪その会社が潰れてしまった場合に最大の損失が発生します。それが最悪ゼロになるリスクはあるよというところを押さえておいてください。一方で、最大の利益はじゃあいくらでしょうかということですね。株式投資の中でね、よくテンバガーとか10倍になるよみたいな、まあ、そんな話を聞いたことがあると思うんですが、こっちはね、最大100%しかいかないですけど、これね、プラスが100%を超えることは結構いっぱいあるんですよね。なんで、最大の利益っていうのはね、青天井なんですよ。リスク、最大の損失は このマイナス100%しかあり得ないのにもかかわらず最大の利益は青天井ということでどう考えてもリスクとリターンが対照的ではない非対照的な投資商品であるというところをぜひ押さえておいていただきたいかなと思いますでしかもこの投資対象というのが会社なんですよね会社っていうのはまあ人がいて人が目標を立てて売上利益上げるぞ成長していくぞという目標を立ててね、えー、やっていくものですからそしてその売上や利益が上がれば株価は上がりやすいわけですから 唯一、まあ、自らね、ちゃんと成長しよう、中から成長しようとする金融商品で、とっても有利な投資対象なんだよってことを一つ押さえておいてください。ただし、私たちはですね、損が嫌いすぎるよっていうところは注意点として押さえておいていただきたいかなと思います。ダニエル・カーネマンさんという方をご存知でしょうかぜひ、Google で検索をしてみていただきたいんですが、この方はですね、2002年にノーベル経済学賞を受賞した方です。で、行動経済心理学で受賞したんですけども、その行動経済心理学によれば、 プロスペクト理論っていうのがあるんですねプロスペクト理論がまあ代表的な理論他にもたくさんあるんですけどもこれはぜひ押さえておいてくださいどういうことかというと私たちはですね利益が出て嬉しいっていう、ね、感情のブレ幅よりも損が出て悲しいという感情のブレ幅の方がとっても大きいよということなんですねこれは感じる損得の大きさを表しているグラフになっていますでこれがもう科学的に証明されたノーベル経済学的に証明されたぞということだと思っていただきたいんですけどもこ簡単に に行ってしまえば私たちは損が嫌いすぎるんですねで損が嫌いすぎて冷静でいられないんですよ冷静でいられないがゆえに損してしまうということなんですで例えばなんですけども1000円で買った1000株を売りたいとで100万円分投資をしているということででそれが一時950円まで下がりましたあら5%も下がってしまった100万円分の5%だから5万円も損があると5万円まで繋がったけどもでも995円まで戻ってきたんで売りたいと思っても、ね 995円まで戻したんだったらどうせまで1000円まで待ちたいななんて思ったりしませんかなんかそんな感じですよね。前どうちょっとマイナスで終わるぐらいだったら、せめてトントンで終わりたいみたいな,なんか、そんな気持ちがきっとあると思うんですね。でも、それってもしかしたら995円で売ろうが1000円で売ろうがほとんど結果は変わらないわけじゃないですか。だからほぼトントンで終わったっていう意味では、ほ,ほぼーブ分のはずなのに、どうせだったらプラスで、どうせだったらプラマイゼロぐらいで終わりたいみたいな、そういう気持ちが大きすぎてですね、売り時を逃がしてしまう。 みたいなことがあるわけなんですよねここから株価がさらに下がっていく可能性だって当然あるわけですから、えー、しっかりと合理的に考えていかなければいけないけどもそれがなかなか難しいということなんですつまり行動経済心理学によれば人間はお金がかかると非合理的な行動をしますよっていうことがね証明されているんですねなんで何が言いたいかっていうとそしてこの経済行動経済心理学はめちゃくちゃ投資に役に 立ちますから書籍を1つだだけお勧めささせてください投資賢者の心理学、大江秀樹先生の本、えー、ぜひですね、一度ご一読いただくと、このプロスペクト理論以外にもですね、たくさんね、僕らにとって良くない行動経済心理学っていうのがあるんだこれを認識するだけでだいぶ損を減らせるはずですから、これは押さえておいていただければと思います。そして3つ目いきましょう、歴史的に見て株価は上がるということなんですが、まずこちらご覧ください。これは何のチャートですかね、ものすごく上昇してますよね。ちなみにこの の期間で、の上昇率ということで、これは 7. 7倍上昇しているととうここなんです。でこれは何かというと S&P500、アメリカを代表する500社の指数だと思ってみてください。まあ、それのある1期間を取っただけなんですけども、その期間がどういう期間かというと、じゃん、はい、これはですね、大体1950年から1968年のね、その推移を取っただけなんですよ。で、今、そこから今までの推移を見てみるとですね、28,800。 690%上がっているということですね。まあ、ざっくりですけども300倍ぐらいまで 株価が上がっている。アメリカの株価の全体の指数だと思ってみてくださいね。えそれが、まあ、こんだけ上がってるってことはね、まあ、すごいことなんだ。歴史的に見ると、ちょっと下がったり下がったり、ちょっとじゃないんだけどね、ここはね。えでも、まあ、上下することはあっても、長い歴史で見ると右肩上がりでアメリカの全体の指数は上がってるよっていうことだと思ってみてください。で、今これアメリカ出しましたけども、全世界の株で見てもですね、やはり右肩上がりでグーグーグググっと多少の下がる、下がるという局面も含めたら、最終的には右肩上がり 上が,りで上がっているものがほとんどなんですね。 でそれががこれれからも続くく可能性すすごく高いいと思っていますでそれはなぜかというと、人口の数が2100年頃までにですね、110億人まで上がる可能性が高いと言われているからなんですね。ここはぜひ押さえておいていただきたいかなと。人口が増えるということは GDP が増える。GDP が増えるということは株価が上がっていく可能性が高いということを指してますので、これはぜひ押さえておいていただきたいんです。人口の推移って簡単には変わらないですよね。ここはぜひ押さえておいてください。 ということで、この3つをまとめておきましょう。リスクとリターンが非対照的。リスクはゼロになるかもしれないけれども、リターンは青天井なのだからやった方がいいよねっていうことはまず1つ目、押さえておいていただきたいんですが、ただし私たちは損が嫌いすぎて、嫌いすぎるから本能に従ってやってもうまくいく確率が低いよねっていうところ。でも歴史的に見て株価は上がるんだから上がり続けていく、総人口的にはね、世界株式は上がる可能性が高いんだっていう、そこをちょっと押さえておいていただきたいんですよ。つまり私たちは何をしなきゃいけないかっていうと、長期的に世界株に分散すれば高い 高い確率でプラスになる可能性があるよということですねこの場合には例えば全世界株式っていうね あの、投資信託、ETF とかがたくさんあるんですけども、これは皆さんもぜひ調べてみていただきたいんですが、そういった手数料の低い ETF を分散投資していく、長い期間分散投資していくと、高い確率でプラスになる可能性が高い。年利で言えば5%出ればもう、おんの字丸だと思ってみてください。で、逆に短期的に日本株に集中するのは、確率は低いと言わざるを得ないということになりますね。日本はこれから人口減ってきますからね、えー、世界経済的に見ても、 と確率低いいいんんじゃないなんていうふうに思うかもしれませんで、ここでまず一番お伝えしたいのは、我々の一番の武器っていうのは時間ですよと。時間を使って、いかに早く投資を始め、継続するか、い,いかっていうのがちょっと違う気がするけど、まあ気にしないでください。えー、早く投資を始め、継続するかってね、こっちの話ですね。世界株にいかに早く投資を始めて、そして継続していくかが、 将来の大きな資産の分かれ目になるということでございますで、これをするのにまず読んでいただきたい本 今日のおすすめ書籍2つ目なんですが井上めさんの33歳で手取り22万,万円の僕が1億円を貯められた理由というこの本もぜひ読んでみてくださいこの人はですね実は僕の直属の部下だった後輩なんですけども本当に節約してでそれをちょっとずつちょっとずつ国際分散投資に回して本当に1億円貯めた本人ですからぜひですねこの本はもう本当にノウハウがめちゃくちゃ詰まってますから読んでみてくださいその一方でですよただ日本株って言ってもね 結構上がってるもの多いんですよ。今年で見れば、例えば日本優先という海運株がものすごい上がったりとかね。例えばスノーピークっていうこれキャンプ用品を売ってる会社なんですけど、これもですね、4倍とかに上がってるんですよね。これも4倍以上に上がってます。で、もちろんアメリカの個別株でも全然大丈夫です。例えば今年は Google が調子良かったんですが、これはまあ年間で見てね、一番のパフォーマンス高いところで71%。1年間で71%も上がってるわけですよね。まあ、こういった個別株に投資をすると、やはりリスクはあるけどもリターンも求める。 で結論として何が言いたいかっていうとやっぱり王道は長期的に世界株に分散投資をしようねってこれはいろんなところで言われてますけどもここをまずねしっかりと柱として組み入れましょうえ順番はどちらでもいいんですができればこっちをね先にこう手を出した方がいいと思います積みたて NISA とかでもいいし iDeCo とかでもいいしそういったものを使わずにちょくちょくちょくってやっていってもいいんですけどもこれをですねまず王道として組み入れた上で 得意なな個別株でリリスクをを取り大きなリターンを狙ううということですねでこれを組み合わせることによって株式投資はきっと特に長い期間かけてこっちはね継続して努力する必要があるんですがこっちは継続して努力必要するないですからでこう来て地盤ができてかつこっちでタイミングがあって得意なものが見つかってでしっかりと自分のねこういい感じでこう組ガチッと組み合った時に大きなリターンが 狙えるということです。こっちはあんまりねよくむき出しにしても損は出るだけなんでね、えー、高度経済心理学的には損が出やすい方ですでこっちは高度経済心理学関係なくですね、えー、利益が出やすい方ですねこういったものを組み合わせる方によって将来的に大きな利益を生んでくる可能性というのをグッと上げられると思いますのでぜひ皆さんもまずはこちら、えー、こちらから、ね、少しずつ学びを組み入れて、えー、こっちの方にも ぜひチャレンジをしていただきたいなというふうに思っております。まあ、こんな話をですね、はい。今日はこの話をしたんですが、明日は株式投資の成果の方程式、そして1月3日は株の落とし穴についてえ、少し網羅的にこの辺まで押さえていただければなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンというね、えー、私が個別で分析をしているブログ系の記事を やっておりますこちら月額1000かかりますが初月は無料になっておりますのでよければですね概要欄のリンクや QR コードからぜひチェックをしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきましょう今日の中でも何か参考になればグッドマークボタンをまた明日以降はですね今日で先ほど言ったように明日はこちらで3日はこちら で4日以降はまた日本株動いていきますから最新の相場を取り入れた上でのテクニカル分析をやっていきたいと思っていますので,で、えー、ぜひ2022年もよろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら